キヌ川線は、栃木県日光市の開前市駅と同士の新藤原駅を結ぶ東武鉄道の鉄道路線である。全線が日光市内に存在する。駅ナンバリングの路線記号は TN。キヌ川線の標識の色は、日光線と同じオレンジ系特急と普通列車が中心で、いずれも1時間に1本程度運行されている。沿線が観光地であるのみならず、 東京方面から南合津方面への経路でもあることから、中距離輸送の需要が高く、他線への直通運転が主体となっており、最大で4車線の直通運転が行われている。本路線は発電所工事用に付設された軌道を改め着した路線ということもあり、線形は急曲線が連続し、運転速度は低く、曲率の大きいカーブ通過時に内外輪の速度差が大きくなるため、 大きなきしみ音が発生する。日光線を経由して、伊勢崎線浅草駅発着の特急、キヌ、リバティアイズ、リバティキヌ、東日本旅客鉄道東北本線と東部、日光線を経由して、新宿駅発着特急、キヌ川、スペーシアキヌ川が運転されている。リバティアイズは、浅草駅から、アイズ鉄道アイズ線アイズ田島駅まで直通し、 ア津マウントエクスプレスに接続する絹川温泉駅、始発、終着列車とともに、東京方面南ア津方面の需要を満たしている。絹、スペーシア絹川、絹川の線内の停車駅は、下今市駅、東武ワールドスクエア駅、絹川温泉駅、絹川公園駅、新藤原駅である。絹の内登り本はこれに加えて、新高徳駅に停車する。大半は、 キ川温泉駅始発、終着であり、キの一部に、振動原発の列車がある。リバティアイズ、リバティキヌについては、リバティアイズの上下各一本のみ、下今市駅、新高徳駅、東武ワールドスクエア駅、キ川温泉駅、キ川公園駅、新富士駅。特急は、全車座席指定で、乗車には特急券が必要であるが、 下今市駅から新藤原駅間の区間内のみで、リバティアイズ、リバティキヌに乗車する場合、座席を指定しなければ、乗車券のみで乗車することができる。なお、下記、冬季の特定日に運行される、大瀬谷港・スノーパルは当線内で旅客の乗降を取り扱わない。アイズ鉄道から JR 東日本多線アイズ若松駅。 万越再線北方駅発着の快速、合図マウントエクスプレスが、絹川温泉駅から、新藤原駅間に一往復、当線を経由して、日光線東部日光駅までに往復の、計算往復が乗り入れており、当線内は各駅に停車する。2013年3月15日までは、合図尾瀬エクスプレス一往復が、絹川温泉駅から、新藤原駅間に乗り入れていた。 アイズマウントエクスプレス及び2013年3月15日まで運行されていたアイズオゼエクスプレスはアイズ鉄道所有の機動車で運行されるが東武鉄道に機動車運転士がいないため当線内もアイズ鉄道の運転士が乗務する2017年4月21日改正において新設朝方に新藤原駅日光線南栗橋駅間の上り1本のみ 設定され、当線内は各駅に停車する。なお、同種別名の列車は2006年3月18日から2009年6月5日までにも設定されていた。夜間に、合図田島駅発浅草駅業が一本運行され、当線内は各駅に停車していた。普通列車は終日運転されている。上り方では、下り方は一部を除きや岩鉄道合図。 絹川線直通で、藍津高原尾瀬口駅発着となっており、さらに、藍津鉄道藍津線直通列車もある。2013年3月15日までは後日の、快速、区間快速が運行され、各駅に停車していたため当たり線内の普通列車は、早朝と夜間のみだった。また新藤原駅から、下今市駅で、方向転換して、 日光線東部日光駅まで直通する列車が、前述の合図マウントエクスプレスとは別に1日1往復運行されていた。2013年3月16日ダイヤ改正で、東部日光駅への直通が廃止され、また、区間快速の減便の代替で昼間にも栃木駅、新栃木駅から、新藤原駅、合図田島駅間の普通列車が設定された。 2017年4月21日ダイヤ改正で、快速、区間快速が廃止されたため、終日運転となり一部は、南栗橋駅まで延長され、また東部日光駅直通も、再設定され、従前よりも増発された。大樹も、参照2017年8月10日から、下今市駅絹川温泉駅間で、SL 列車、大樹が、 土球術を中心に運転されている。東武鉄道における蒸気機関車の運転は、1966年6月に佐野線での運転を最後に廃止されてから約51年ぶりの再開となる。全車座席指定で SL 座席指定料金は、大人760円、小2380円である。2015年8月10日、東武鉄道は、 北海道旅客鉄道が保有する SL の C11-207 を借り受けて2017年度をめどに当選で運行する予定であることを発表した。下今市駅絹川温泉駅間を SL? 車掌車客車ディーゼル機関車の編成で運転され、ディーゼル機関車ので1099は必ず列車の後ろに連結される候補機であり、上り勾配での速度低下防止のための速度維持や、 SL の冬の不調時において、他の列車の定時運行を維持するために使用される。車掌車は余8000型を、日本貨物鉄道と西日本旅客鉄道から一両ずつ、客車は14系普通車4両と12系グリーン車2両を四国旅客鉄道から、ディーゼル機関車は、で10系1両を東日本旅客鉄道から、それぞれ譲り受けた。 1 4系客車のスハフ,フ14型の床下に搭載されている DMF15Hz G 型ディーゼル発電機は JR 北海道から譲り受けたスハフ,フ14500番台から乗せ替えたものである。また、下今市駅には JR 西日本長都市駅構内にある国鉄長都機関区で使用されていた転車台が絹川温泉駅には JR 西日本三次駅構内にある。 国鉄芸備船管理所で使用されていた転車台がそれぞれ譲渡を受けて運ばれて整備されている。これはすべての列車を蒸気機関車がただし向きで運転させるため終着駅で転校させなければならないためである。また、下今市駅の構内には SLDL が配置される下今市機関区と SL 見学エリアとして SL 展示館、 天車台広場を開設した。天車台広場では、C11-207 やで 10, 10、099の校内入れ替えや天候を間近に見られるほか、2000配置の線形庫を新設しており、運転日以外では、線形庫の側面まで行け、線形庫内で点検、整備中の C11-207 を見ることができる。機関車の仕業点検、交番検査や運転の合間の間隔へ、 ひどこ整理などは、近隣環境の観点から、空気ろ過装置が設置された、線形庫内で実施される。SL 運転技術習得や、研修のために、すでに SL を走らせている JR、私鉄、第三セクター鉄道各社に乗務員の研修を依頼しており、機関士は、秩父鉄道で2名、大井川鉄道で2名、茂岡鉄道で1名の、計5名が研修を受けて、 公主蒸気機関車運転免許を取得、機関助士は JR 北海道で2名、猛火鉄道で2名、自社で4名の計8名が研修を受けて要請されている。SL の研修を受け持つ、研修員は JR 北海道で8名が研修を受けて要請されている。また、候補機の DL 機関士の要請も猛火鉄道で4名が研修を受けて、 公主内燃車運転免許に転換しており、さらに1名が、もうか鉄道で要請中である。SL に乗務するときには、機関士2名と機関女子1名の3名乗務を基本としており、研修員も必ず乗務する。このように、SL 大樹の運転は、日本全国の鉄道会社の協力で実現している。2016年12月1日に、SL 列車の愛称が、 大樹と発表され、2017年1月18日に、運転開始日が、同年8月10日と発表された。土休日を中心に年間最大140日、程度運行する計画である。なお、C11-207 の故障、検査時には、通常補機を務める、で101099の単独牽引で、DL、大樹として運行される。2018年からは、 事前予告の上で運行される場合もあり、2020年6月6日のダイヤ改正からは定期運転も設定された。この場合、SL 運転時より安価となる DL 座席指定料金が適用される。DL 退治は2020年6月6日改正以降、同じく新型コロナウイルス流行の影響で運休していた SL 退治が 同年7月4日に運転を再開した後も当面、運休となっていたが、同年10月31日から運転を開始した。オリジナルグッズが、下今市駅3.4番線ホーム売店、絹川温泉町合室内売店で販売されている。SL 大樹の運転が開始された2017年8月10日から、SL 大樹完全乗車キャンペーンが展開されており、 記念乗車証を集めると枚数に応じて、いまいち宝徳の宮神社の五種、ピンバッジ、完全乗車記念ブックの各景品が受け取れる。期間は2018年8月9日まで。2018年11月12日16日に、NTT ドコモを主体として NEC 及び、シャープの協力のもと、SL タイジの客車への 5G 通信を用いた、 走行中の SL の 8K 映像伝送試験及び 4K 映像コンテンツ配信実験が行われている。2019年4月13日より3両編成の客車の中間車として元 JR 北海道のオハ1 4号。その運行に先駆けて同月5日に下井万市駅でオハ1 4 5 0 0号の見学会が行われた。東武鉄道は 大重運行開始から2019年3月末までの経済効果を70億円と試算している。2020年12月26日からは、元も丘鉄道の C11325 の運用も開始され、同日から2021年1月11日までは、4往復とも蒸気機関車牽引の SL、大重として運転される予定である。快速、区間快速、 編集詳細は、東武日光線快速、区間快速を参照浅草駅発着で運転され、一部を、のぞきや岩鉄道合図鬼怒川線、合図高原尾瀬口駅、合図鉄道合図線合図田島駅まで直通運転を行っていた。これは、東京方面南合図方面を直通運転する唯一の列車であった。また、快速、区間快速とも、 絹川線内は各駅に停車し、当線内の各駅停車列車の役割も果たしていた。廃止時時点では、快速は浅草駅から新藤原駅間を2時間30分程度、区間快速で2時間45分程度の所要時間であった。2017年4月21日ダイヤ改正で廃止となり、南栗橋駅儀の区間休行。 下今市駅発着の普通などに置き換えられた。これにより、東京方面から東路線に直通する特急料金不要の列車が消滅した。車種は特急なければ電車。他車乗り入れ車用、編集快速列車に使用される、野間鉄道6050系100番台、合図マウントエクスプレスに2010年まで使用された、合図鉄道機ハ8500系あたり線の歴史は、 1913年1月に運転を開始した当時日本最大級の最大3万1 2 0 0ットの電力を発生する、絹川水力電気化滝発電所建設のための資材、運搬軌道が前身となっている。1915年に、藤原軌道株式会社として、栃木県上津賀郡今市町から、塩谷郡、藤原村に至る2フィート6インチ機関の蒸気軌道の、 特許を受けることから出発し、同年10月30日に創立総会を開き、会社名を下付劇道株式会社と改め、高野留吉が初代社長に就任、本社を今市町に置き、資本金10万円で設立された。1917年1月2日に、大谷川北岸絹川南岸までの3マイル6分が開通した。鉄道運輸事業は、 絹川水力電機発電所建設のための資材輸送をはじめとする貨物輸送が主力で開業当初の動力は蒸気機関車を利用して貨車と客車との混合編成で一日六往復し旅客は約九十人貨物は五十五トンを輸送した九百十七年五月には沿線鉱山の急激な発展に対応するため設備と資本金を五十万円に増資し 同年11月に中江大原まで2.5マイルが開通して事業も上向きかけていたが第一次世界大戦の影響で石炭という種類の物価が急騰したことから営業費が増大し加えて1918年6月には貨物輸送の大半を占めていた西沢、木戸が沢両性連署が事業を中止するに至りついしかし1919年3月に 大原大河期間、同年10月に、大谷向き今市から新今市間が開通し、大谷川を渡って、商船今市駅前から接続することになり、1920年1月1日には、下滝、藤原間が開通し、開業から3年で新今市、藤原間10マイル9分が開通した。1918年9月には、高徳より分岐して、東北本線八板駅に至る、 機動特許を得ていたが1919年に地方鉄道法が施行されて地方鉄道付設免許を得て軌道付設特許を返上した。1920年5月に藤原線を軌道線から電気鉄道線に改良し地方鉄道付設申請を提出して免許を受け改良工事の名目で資本金100万円に増資。 1921年6月6日に会社名を、下津電気鉄道と改めた。1922年3月9日に新井まい藤原間全線電化を行い、電車線は600ボルトの電気鉄道として歩み出した。副業として、電灯、電力の供給事業に進出した。電化当初は、電車は運転されず、電気機関車の経引で、旅客運輸営業に就いた。 1923年5月31日に、不況の長期化、とりわけ鉱山の影響が大きく旅客、貨物とも運輸営業の収支が悪化し、資本金を80万円に減資した。1924年3月1日後に、東武焼板線となる高徳焼板間の一部6マイル4分が、開通したが、営業収支が上がらず、依然として不審にあえいでいた。 1925年には新事業として乗用自動車事業に進出した。同年12月には免許が下り、翌1926年3月11日に乗用自動車事業の営業を開始した。鉄道線では電車1両を導入し、電気機関車牽引列車と併用したが、沿線の自動車路線との競争が激しくなり、収益が上がらなかった。 高野留吉が取締役を退き、代わって植竹龍三郎が取締役社長につき、同年12月に宇都宮正氏が植竹龍三郎に代わって就任した。1927年4月には資本金を160万円に増資し、本社を東京市本属の東部本社内に移した。徐々に東部鉄道の冒険鉄道会社として、 経営陣も刷新していったようである。1929年、東部の日光線が、下今市駅まで延伸されたのきに同線との連絡を図り、小倉町臨時停留所を設置。さらに、同年10月22日に東部日光線へ、今市駅構内に乗り入れ、同駅に起点を改めて新今市、大谷川右岸間を廃止した。この時、 下付電気鉄道と東武鉄道との乗り入れを考慮して、下今市大谷川湾岸間、天頂八板間を、東武鉄道と同じ期間3フィート6インチで建設し、大谷川右岸から新高徳、天頂間を改めきし、下今市八板間の直通運転を開始した。また、12月20日には、鉄道商船との旅客貨物の連絡運輸を開始した。 改めき当初は重当させる車両が少なく、直通先の東武鉄道から蒸気機関車や客車を借り入れた。電車も共に重当させる車両が少なく、日光電気軌道から車両を借り入れた。非電閣間の旅客輸送には、汽車会社製のガソリン機動車2両を購入し、重当した。翌1930年には残る、新高徳から新藤原間も改めきした。 1931年、電車線が600ボルトでは将来直通の弊害となるため1500ボルトに昇圧し、電車も川崎車両から購入し収益させた。絹川、川地温泉が世間から認知を受けていくうちに乗り合い自動車業者との競争が激化し、1932年5月には下津家電気鉄道線の減収が激しくなったようで、ある。 各種手動車は創業以来営業収益が芳しく、なく加えて1920年頃からの昭和強行によって、沿線の鉱山も深刻な経営不振に陥り、ようやく、絹川、川路温泉が賑わう頃となっても自動車路線との競争の激化で収支が見込めないためほとんど株主に利益配当ができず、対象年間以来大半が政府補助金の交付を受けていた。 創業以来困難な経営状況が続いていた下付電気鉄道は陸上交通事業調整法による交通統合により1943年5月1日東武鉄道に買収され解散に至った即日東武絹川線として運営されている2007年3月18日に IC カードパスモを導入自動改札機を設置していない駅については 簡易 IC カード改札機を設置して対応している。終点新藤原駅は、東武鉄道のみならずパスモエリア北端の駅である。パスモの北端、新藤原駅。ありがとうございます。